タイムリミット42は、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フーの第3シリーズ第7話。2007年5月19日に BBC One で初めて放送された。後の制作総責任者であるクリス・チブナルが執筆した最初のドクター・フーのエピソードである。本エピソードでは、宇宙船 SS ペンタリアンが安価な燃料を得ていた生きた恒星トラジに墜落する航路を取る。宇宙船の中で恒星トラジはペンタリアンの乗組員一人カズトに憑依して攻撃を開始する。BARBによると本作の視聴者数は741万人で、その週の昼、ドラ以外のイギリスのテレビ番組では3番目に多く視聴された。なお放題、タイムリミット42は、LaLa TV で放送された際のものであり、Hulu では42という別放題で配信されている。SS ペンタリアンは当初 SS イカルスという名称であったが、プロデューサーが映画サンシャイン2057で宇宙船イカロスが太陽に落下することを知り、名称を変更した。以前のエピソードに使用されたものが本作で再利用された。制作デザイナーのジェームズ・ノースによると、ステーシス・チャンバーは、スミスとジョーンズで MRI スキャナーに使用されたセットを改装したものであった。同様に、タイムリミット42のオンラインオーディオコメンタリーで、プロデューサーのフィル・コリンソンは、ドクターが着用した宇宙服は、闇の覚醒、地獄への扉で登場した宇宙服を塗り直したものであると述べた。2007年5月12日、BBC のウェブサイト上でエクスクルーシブプロローグに基づく本作に関するテキストが公開された。これはジョセフ・リドスターが執筆したもので、船のエンジンが停止して衝突までのカウントダウンが始まり、予期せずドクターやマーサと出会ったことに対するペンタリアンの乗組員に最近加わった本作の登場人物エリーナ・リサックの反応が詳細に綴られている。ドクトルフーマガジンは本作の予告記事で現代42が本作がリアルタイムで正確に42分であるために選ばれたと発表した。エピソードのコメンタリーではプロデューサーのフィル・コリンソンはタイトルがアメリカのリアルタイムテレビドラマ24、24-を反映していると付け加えた。脚本を担当したクリス・チブナルは本作のタイトルがダグラス・アダムズの作銀河ヒッチハイクガイドも反映していると述べ、タイトルを遊びに満ちているとコメントした。チブナルは少なくともビジュアルの立場から本作を地獄への扉と対比した。本作は当初2007年5月12日の放送が予定されていたが、BBC でのユーロビジョンソングコンテスト2007の決勝の放送が重複したため、本作は1週間放送が延期された。日本ではLaLa TV で2012年2月4日に放送された。ありがとうございます。